こんにちは、アニマルタイガです。そしてマイちゃんです。はい、ということで今回なんですけども、ちょっと前にね告知させていただきましたけども、尾崎フラワーパークさんにナギちゃんと一緒に来ております。はい、でね、今日は、こっちに入ってもらってるんですけど、せんくんとあとナギちゃんの後ろかな、こっちに、まあ、ワンちゃんね、はい、一緒に連れてきております。この後ね、触れ合いをしていきたいと思うんですけど、ダギちゃんの方がね、あのデザインしたグッズもたくさんありますので、こちらがタイガ画伯のテンくん T シャツ唯一のデザインですね、僕の結構人気なんですけどね、テンくん T シャツと、新しくこれハンドタオル、ハンドタオルができました。こんぐらいの大きさかな、こんぐらいの大きさ、そうだね、うん、割と大きめのやつね、ふわふわで気持ちいいです。あとは缶バッジ、ペネルちゃんが新しくできました。おー、このデザインもね人気でね、トートバッグがいっぱい売れてるもん。缶バッジとストラップ、はい、あ、新しいやつ、タイガ君のLINEアイコンになってるやつがストラップ新しくできました。と、これもじゃあ、これもマグネットでも、こっちはマグネット、なんかマグネット私そんなに好きじゃなかったんだけど、太陽くんが激推しするから作ったらめちゃくちゃ売れるでしょ。こっちのやつね、最初に作ってマグネット、俺が好きだからマグネット買ってください。はい、あとはステッカーが4種類と、はい、あとは私の昔のグッズをちょっとだけ持ってきてると、はい、大人気のソフトバッグ、これね、すごい大人気、サインできるんで、サインも、お書きできますので、あ、まあ、T シャツとかもね、全然サインできるんですけどね、ソフトバッグは、まあ、一番書きやすいよね、うん、あとはマグカップ、こちらも大人気ですね、かわいいこんな感じです、はい、今回から発売の、ね、新グッズもあるということで、盛り上がっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということでね、ふれあい会なんですけども、もちろんですね、ちょっと傷がつきますよとか爪がね、ちょっと痛いのでっていう配慮はしつつ、触りたい方ね、とか抱っこしたい方いれば全然お触りねさせてますので、ちょっと今から抱っこしたいところなので、はい、いいですか、じゃあ痛いかもしれないです。持ち方としては、胴体の方に片手で、片手は尻尾の方を付けないところで、どうですか、重いです、大体15キロぐらいあるんでね、かなり重いです。あと結構こう尻尾とかも長いからね、不安定かもしれない。抱っこしたい人いたら全然抱っこできる、あ、しますです、 YouTube とかずっと会える、一緒に会える、そんな感じで、すごい、何どうですか、ね、はい、胴体の方を持ってもらって、はい、こっちこっちこっち、ね、こっち、ね、痛すぎるでしょ、大きいね、平くん、尻尾だけちょっと踏まないように、尻尾踏まないように、はい、尾崎フラワーパークさんのね中ですけど、こんな感じでもう植物すごいね、こういうのやっぱ置きたいよね、いやいいですね。そしてここにはピラニアがいますね、ピラニアちゃんが泳いでる。そしてね奥の方行くとね、このね奥の方にケージがありまして、これめちゃめちゃでかいケージなんですけど、何メーターって言ったっけ、2メーター2メーターとかって言ったかな、高さもあるねやつですけど、ここにはねエボシカメレオンがいるんですよね。どこにいるんでしょうか、こちらにはい、いますね、1匹と
ここね、ペアでいるらしいですけどね。ペアでどこにいるんだ。もう一匹が、もう一匹、あー、いた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 、奥に、あそこにいますね。あそこにでかい、あっちがオスか。あー、超広々と上からライトをね照らしてあって、こういうねすごいケージがありますね。こんな感じで植物ねありますね。もう僕何かわかんないですけど、やっぱ緑っていいですよね。なんかね植物を見る機会最近増えてるんで、僕ちょっと興味湧いてるんですよね。ただ何かは全然わかんないです。あ、こういうのもいいですよね。もう何かは全然わかんないです。そしてこちらにも、はい、こんな感じで植物があります。最近だからね、こういうのもねなんかいいなと思ってて、壁にかけるタイプね。こんな水苔とかでこうやってあるのかね、形作って、これ なんていうんだっけ、ビカクシダとかそういう仲間なんだっけか。これがねなんかおしゃれですよね、こういうの壁にかかってたら。だからなんか爬虫類の部屋とかでねかけときたいなっていうのはすごい思うんですよね。これがプランツクラブっていうところですね。プランツクラブさん、はいはい、会場内にはねこんな感じで爬虫類クラブさんの、即売会、生態がですねたくさん来ておりますね。この辺ちょっと大きいトカゲちゃん見ますね。モニター来てましたね。いやー、センくんを見てねこう欲しがる人がね結構いたみたいでね、いや嬉しいですね。やっぱそうして、実物でっかい子を見てね、自分も飼いたいと思ってくれる人ね、やっぱでもでっかい子を見て飼いたくなる人ってやっぱ一番いいのかなと思うんですけどね。いやこの子がねめちゃめちゃ綺麗なんだよね。このタンジェリンアルビノの子、ニシアフちゃん超綺麗だと思う。めっちゃオレンジの発色が綺麗。いいなあ、この辺いいなあ。ナギちゃんがねいっぱいねニシアフ飼ってるから、僕もちょっと興味がねだいぶ湧いてきて、うわあこの子もね綺麗、オレンジ色が綺麗な子いいのね。あー、ブルーイグアナ綺麗っすねこの子。そして、あ、東ウォータードラゴンもいますね。かわいいね。うわうわうわ、眠そうな顔してお、タランチュラと、そして、サラマンダー来てますね。おお、こちらにはクレステッド結構、石ヤモリ、バナナヤモリ、いろんなヤモリがこんな感じで、すごいねこれ。おお、いますね。パステルアザンティック、めっちゃ綺麗じゃんこの子、すーげー綺麗。うわ何この子、めっちゃピンク、白いね綺麗。カリフォルニアキングス、あ、スノー、そんなんが、こんなモルフがいるんすね。はいはい、あ、スパイダーね、スパイダーの模様いいっすね。お、そしてこの辺カエルちゃんいて、あ、さっきから音楽流れてましたけど、ボンバルね、これ僕もおすすめしてる、もうハチクラさんが唯一こうオーストラリアから仕入れて販売してるものですね。まあザンティック静岡本店の方でもね販売させていただいてるんですけどね、うん、これめちゃめちゃいいんですよね。はい、ということで販売コーナーでございました。はい、こちらはグッズ販売所のねアルゴンさんですね。はい、僕らのね、まあ僕らはちょっともうあのイベント終わっちゃって片付けちゃったんですけど、はい、こんな感じでアルゴンさんの方でねグッズたくさんたくさん売れてましたね。これね、このトイレットペーパーのとかどうですか、全部オリジナル、これ全部描いてるのかな、絵とかだったら絵は全部描いてるって、写真でも写真が好きなんだって。でも絵がうまいからねこれ、うまいとかって言っていいレベルじゃないんだけど俺は、うん、はい、本当にして、はい、トカゲのねハーネスとありますからね。いや、めちゃめちゃいいアイテムを揃いますので、
ぜひイベント等でお見かけした時は皆さん立ち寄ってみてください。